はいどうも、せつなです。一週間ほど前に質問募集の動画を出したんですけど、なんとね、21件のコメントが来たということで、今回は皆さんからの質問に答えていきたいと思います。まあね、質問してくださった皆さん本当にありがとうございました。ということで、質問コーナー回答編やっていきたいと思います。そしてね、この動画が少しでもいいと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価、あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは、どうぞ。絶対取り上げられる質問するか。質問コーナー回答いつですか？はい、現在進行中です。にゃんこごにゃんこまごにゃんこを早口で10回言ってみて。こんなの余裕ですよ。じゃあ行きますよ。にゃんこごにゃんこまごにゃんこにゃんこごにゃんこまごにゃんこにゃんこまんこま。高音と低音を出した後全力でデスボしましょう。喉にお気をつけて。ありがとう。まずは高音を出します。次に低音を出します。そして最後に全力でデスボします。夢を教えてください。やっぱりこのチャンネルでの夢って言ったら登録者1万人です。質問です。おお、どうした？久しぶりに来たから質問します。500人おめでとう。ありがとう。600人までもうすぐ、頑張れ。質問募集してた時の段階では594人とかだったんですけど、実はねもう600人行きました。ありがとうございます。質問、商品紹介をしてください。はいどうも、せつなです。ということで今回は商品紹介をしていきたいと思います。今日紹介するのは僕がいつも使ってる84です。まあね、こんな感じでね体にかけるんですけど、いや見えねえよ。検索履歴を教えてください。しょうがないですね。ちょっとだけ見せてあげます。質問です。今とても漏れそうなのですが、トイレに行った方がいいですか？そしてカレーとビーフシチューどっちが好きですか？やっぱりトイレでカレーは食わない方がいいと思います。とりあえず住所と電話番号と LINE の ID 教えて。いや、ここまで来ると清々しい。質問、彼女いたことありますか？どんな彼女でしたか？いません。はい。質問、画力どれくらいですか？自画像を書いてください。中学の頃は美術部に3年間所属してたので、どうだろう、うまいかどうかはわからないです。で、自画像は過去に書いたのならあるんですけど、はい、これです。どうでしょうか？質問内容、自己紹介を全力でしてください。好きなアニメってありますか？最近ハマってるアニメは小林さんちのメイドラゴンです。シンプルに趣味や特技は太鼓の達人しか勝たん。あと趣味っていうか最近やってることはマイバチの制作です。で、その作ったマイバチをメルカリで販売してます。概要欄にリンクあります。卒業してますか？何をとは言わない。まあ、小学校中学校は卒業してますね。ん？質問、生き物になるなら何の生き物がいいですか？やっぱり100羽。もうすぐ600人行きますね。まあ、現時点ではもう行ってるんだけど。質問、イケメンですか？ご想像にお任せします。質問です。おちんちん。イエーイ。なんでそんなに歌が上手いんですか？まあやっぱり歌って誰でも最初から上手いわけじゃないんですよね。僕みたいにね、諦めず練習していけばきっといつか努力が…500人突破おめでとう。ありがとう。好きなアーティストいますか？夜遊びが好きです。ゲームしますか？します。何が好きですか？太鼓の達人です。質問内容、歌を歌うことはどれくらい好き？動画編集くらい好きです。好きなこと、動画編集です。嫌いなこと、勉強です。ここ最近で一番ショックだったこと、最近じゃないんですけど去年の11月赤バンされました。恐怖症は持ってる？集合体恐怖症です。早口言葉、にゃんこにゃんこまごにゃんこにゃんこにゃんこまんがになるのに、テンション 100% に10秒間になって、親がいるから無理、寝起きの声を聞きたい、今寝起きじゃないんで言えないですけど、普段はガチで暴言吐きまくってます。はい、ということで質問コーナー回答編これにて以上です。本当にね、質問してくださった皆さん改めまして本当にありがとうございました。最後編集適当すぎん。